どうも皆さんこんにちは、源氏でございます。本日ですね、ついにこの秋冬最後のリリースとなります2021年 AW の第4弾のアイテムたちを皆さんにご紹介したいと思います。今回もですね、リリースするすべてのアイテムを一気にこちらの動画でご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。去年一瞬で完売したアイテムだったり、さらには去年リドムで速完したアイテムを VIM の素材レンジでリリースしたいと、全部で3桁ご紹介します。はい、というよりまずはこちらのニットからご紹介したいんですが、こちらですね、ミラノリブヘビーウェイトタートルでございます。こちらですね、去年大変人気で完売していた定番アイテムを今季アップデートしてまたリリースいたします。こちらですね、ボディは累計2万5000枚ほどお買い求めいただいているリム定番のミナノリブニットと同じものになります。ミナノリブ自体がもともとニットの中でもしっかりとした編み方なんですが、さらにド詰めにしているのでスウェットのようにガンガン着ていただけるような、そんな魅力的なポイントがございます。プルオーバー同様にですね、程よいオーバーサイズで今のベーシックという非常にですね心地よいサイズングにしています。さらにですね、今季はですね、よりおしゃれな方々が増えてきたので首元も変化させました。というのもですね、ネックを去年のものよりも今の気分を反映して少し低くして、折り返しても、さらには折り返さずにルーズなハイネックになるようにもアップデートしています。でこちらのタートルネックの価格が4950円でございます。このシルエット、この素材感、そしてこのカラー、サイジング1枚持っていて損はないアイテムですし、このアイテムがね、なんやかんやこの冬に持っておくとかなり役立つようなアイテムとなっていますね。こちらのアイテム11月12日に ZOZO タウンにてリリースいたしますので、ぜひそちらお見逃しないようよろしくお願いいたします。でこちらのタートルネックニットの着用購入者ですが、こんな感じ、そしてこんな感じと、合わないアイテムを探す方が難しいぐらいにデザイン性の魅力的な部分も同時に着回しがかなり効くという実用的な部分もございますので、ぜひこちらお見逃しないようよろしくお願いいたします。でどうしてもですね、色に悩んでしまう方いらっしゃるかと思いますので、個人的なですね、僕の好きなカラーをですねご紹介させていただくと、ライトグレーはですね、この色味かなりいい色味してるかと思います。そして次にチャコールですね、こちらも非常に今季らしいカラーですよね。そしてグレー、そしてベージュ、この順番がですね、僕的にはおすすめかなというふうに思います。そしてですね、次にこちらビーバーメルトンブルゾンを皆さんにご紹介したいと思います。これめちゃくちゃかっこいいんですけども、もうすでにご存知の方いらっしゃると思うんですが、去年ですね、かなり数量が少ないのもありまして、リドムで速乾したブルゾンをウィムらしいシルエット、素材、そしてカラーにアレンジいたしました。まず素材なんですが、リドムはですね、基本的に天然素材のアイテムが多いので、去年はですね、スーパー120元量のウールビーバーを使用していたんですが、ウィムではですね、最新の技術を用いてポリエステルでビーバーメルトンを再現しました。ビーバー特有の起毛してデカ加工で抑えたツヤ感だったりとか、しっとりとしたですね肌触りはポリエステルとは思えない素材感に仕上がっているかと思います。シルエットに関しては着丈を少し長くしまして、よりいろんなボトムと合わせやすいシルエットにしています。絶妙じゃないですか、このシルエット、めちゃくちゃかっこいいと思うんですが、そんなですね、冬に着て暖かい、そしてかっこいい、こちらのブルゾンの価格、皆さんいくらだと思いますか？こちらのブルゾンの価格がなんと9900円でございます。このブルゾン9900円で買えちゃうのって話なんですが、そうなんです、9900円でリリースいたします。はい、去年のスーパー120のリドムのブルゾンと比べると根本的に違う素材にはなりますが、より手軽にトレンドのブルゾンコーデをされたい方にはですね、ぜひおすすめしたい一着となります。でこちらのブルゾンも同様に色を悩んじゃう方いらっしゃると思うので、おすすめなカラーをご紹介させていただくと、まず間違いない安定的なですね、チャコール、こちらは1枚持っといて間違いないんじゃないかなというふうに思います。次ですね、チャコールもうすでに持ってるよとかいう方は、次にですね、ブラウンおすすめですね。でもうすでに無地のブルゾンとか持ってるよ、なんかちょっと柄に挑戦してみたいなって方は、こちらのチェックですね、強くおすすめさせていただきます。チャコール、無地のブラウン、そしてチェック、こちらの順番で皆さんにおすすめさせていただきます。そして皆さん大変お待たせしました、僕が今ずっと着ていたこちらのダウン、待ち望んでいた方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。ついに VIM から今年もダウンをリリースいたします。決して誇張しているわけではなく、去年本気でとんでもなく人気なアイテムでして、リリース後即完売したアイテムなんですが、それをですね、さらにハイスペックにして、よりタウンユースに着れるようなデザインにし、そして皆さんいいですか、より
とんでもない価格に仕上げて皆さんにリリースいたします。こちらですね、皆さんに感謝を込めてという気持ちもあります。ということで、ね、解説進めていきたいんですが、まずはですね、去年よりもさらに天然のダウンに近づけるべくオリジナルの中綿開発から進めました。実はですね、去年の段階から開発を進めていて、いろいろな試行錯誤を繰り返していたんですが、まずですね、中綿の糸はサーモライトという暖かさと軽さが特徴の機能合成紙を使用しました。サーモライト自体がですね、糸の中が空洞になっている中空紙なので軽くてさらに断熱効果があるんですが、糸を作る紡績段階で通常のサーモライト紙よりもさらに極細の糸を作り上げちゃったんですね。で、この糸を綿にしているので、普通の、まあ、いわば一般的な中綿では作成不可能な本物のダウン並みにかさ高性を生むことができているんですね。めちゃくちゃいいんですよ、このダウン。正直感動してるもんね。で、ここで、いや源氏それ本当と、それってなんか盛るために作り上げた言葉の羅列なんじゃないのと疑ってかかる方もごく一部いらっしゃるかと思います。ですので、こちらですね、試験のデータもですね、取得していまして、それがですね、こちらになります。767フィルパワーもあるんですね。まあ、この時点で結構ね、業界の方とか、まあ、詳しい方ならね、結構驚かれていると思うんですが、例えばですね、ノースペースの超人気モデルのヌプシジャケットっていうのがあるんですが、そちらはですね、700フィルパワーなんですね。でさらにですね、ユニクロのウルトラライトダウンもですね、640フィルパワーだったりと、ある意味ですね、本物のダウンを超えたスペックだと言っても過言ではないかもしれないんですね。捉え方はね、いろいろあるとは思うんですよ。ただ数値としては実際にこう試験データも出ていますし、実際に超えたと言っても過言ではないんじゃないかなというふうに思います。そんなですね、完全オリジナルの中綿を開発しまして、デザインに関してはですね、去年大変人気だったので基本的に大幅な変更はしていないんですね。ただうちのスタッフのケイちゃん、まあ、よくね YouTube でも名前だけ聞くと思うんですけども、そのケイちゃんが奇跡的に購入できていたんですけども、結構ね、中に厚手をした時に去年のデザインだと腕回りがきついという意見があったんですね。僕はちょっと腕が細かったので、それが気づけずにリリースしたんですが、そういった意見も考慮してですね、今年はですね、去年のものよりも袖はですね、よりゆとりを入れています。なので基本的にこう厚手していただいて、その上から着ていただくような、そんな着方していただければと思います。で、さらにですね、中綿がよりハイスペックになったことにより、より短ユースで着れるようにですね、ボリュームはあえて抑えめにして、街中で、そしてタウンユースで使いやすいように、購入しやすいシルエットに仕上げました。なのでこれ結構完璧に近い、そんなアイテムなんじゃないかなというふうに思います。僕自身ね、もちゃくちゃね大きい OMC のね、ボコボコにでかいダウンとかあるんですけども、あれはね結構服好きの境地なのかなというふうに思ってまして、実際に使いやすいところでいくと、中に入っているものはハイスペックで暖かく、ボリュームっていうところは抑えながらも、表の素材感は高級感がしっかりとあるっていうところがめちゃくちゃ重要だなというふうに思って、そこをですね、徹底的に追求したアイテムとなっております。で、そんなですね、ビムの2021年 AW を締めくくるアイテム、皆さんいくらだと思いますか？去年もですね、価格をいただき、数多くの方にですね、衝撃を与えてしまったんですが、今期のビムのダウンの価格が7700円でリリースいたします。もう一回言います。7700円です。めちゃくちゃ安い。さらにぐんと価格を抑えてですね、リリースすることが決定いたしました。本当にいつもありがとうございます。去年のですね、メインアイテムでありながらもかなり早い段階で完売してしまったので、今年はですね、去年に比べて3倍の在庫を生産しておりまして、そこからですね、ぐっと皆さんにしてお買い求めしやすい価格にしておりますので、ぜひですね、こちら11月12月1月2月と来ていただけたら幸いでございます。で、こちらのアイテムのリリース日なんですが、先ほどもお伝えしたんですが、11月12日金曜日の夜にですね、 ZOZO タウンにてリリースいたしますので、ぜひですね、こちらお見逃しないようよろしくお願いいたします。今回もですね、こちらの色味のおすすめなカラーなんですが、なんといってもですね、安定的に着回しがしやすくめちゃくちゃかっこいいブラック、まずはですね、ブラックを抑えていただいて、その他にもチャコールというカラー、めちゃくちゃいいカラーに仕上がりました。こちらもですね、おすすめでございます。そしてストーンホワイト、その次にアッシュパープル、ぜひですね、おしゃれな方、そしてよりちょっと個性のある色選びをしたいという方はですね、こちら選んでいただけたら幸い
らでございます。でこちらの着用のコーディネートなんですが、基本的にはですねフードがついていないデザインなので、ダウン特有のカジュアルさがなく、よりですね合わせられるパンツの幅もぐんと広がりまして、そして中にパーカーを挟んでフードをねちょろっと出すスタイリングもめちゃくちゃかっこいいですし、いろんなスタイリングに使えちゃうんですね。めちゃくちゃね僕自身も気になるアイテムですので、ぜひですねウィムまだ買ったことなかったんだって方もですね今回挑戦していただけたら幸いでございます。ではですね今回2021年最後のリリースとなります AW のアイテムを皆さんにご紹介させていただきました。少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。